加藤の座右の銘を後ろに貼ってあるんですよ。あ、そうですね。ちょ紹介してよ。高杉晋作のやつなんですけれど、面白きこともなきよう面白くってですね。僕憧れてるんですよ、高杉晋作に。面白きこともなきよう面白く、はい、要は自分で面白くしようじゃないかっていうことよね、はいはい、晋作兄さんが言ってるのは。そうです。阿佐ヶ谷姉妹もザ・ブングル加藤もテレビでできない話をすると、はい、現場現場で面白かった話とかさ、はい、なかなか今トーク番組も減ってきてるから、なかなかこうテレビでね、尺を取って自分の話をするってなかなか難しいから。そうですね。ちょっと加藤の方からね、じゃあ改めて、はい、世界の人類に向かってちょっと何かメッセージを。わかりました、はい、今回のトークライブはカッチカチやぞ、カッチカチやぞ、ゾクゾクするやろ。YouTube 好きな方に一言いただいてもいいですか。あの、先ほど世界に向けてあれは世界平和のメッセージだ。なるほど、はいはい、これ YouTube 好きな方へのメッセージ、はい、YouTube 大好きな方、皆さん12月19日木曜日にトークライブあるんで、ぜひこのトークライブも来てください。もし来てくれなかったら悔しいです。すごいですね。全国のママさんに、はい、一言。いやもうええわ何回やらすんですか。いや怖い、いや何回やらすんですか。じゃあ皆さん、はい、どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。阿佐ヶ谷姉妹も出ます。出ます。